続き、ザメパーティーで対戦していきます。これまで、メガクチーと言っていた枠をメガガルラに変更しました。いつも素早さ操作の技、レンジ波使用できるわけではないし、追い風も今のところは採用してないので、素早さ操作がほぼないザメパーティーでは、素早さが遅いポケモンのクチーと闇雲に採用しても、あんまり活躍できないと感じたので、メガガルラに変更しました。メガガルラの技構成に守るを入れるかどうかが今非常に迷ってますけど、使いながらメガガルラの技構成考えていきたいと思います。それ以外は同じで、ヤルトの、まあ、他の個体の構成は同じです。で、相手がブライトさん。まあ、個人的に苦手ポケモンが2体入っていて、何が苦手かっていうと、ライチュウとミロカラス。かなり自分の中に苦手意識があって、今まで対戦してきた、まあ、動画とか見てもらうとわかるんですけど、ミロカラス入りライチュウ入りの勝率結構悪いです。で、今回相手のパーティーが、リザーラン、ライチュウ、キノガッサ、ミロカロス、レイジュランドロス、ギルガルド。で、まあ、晴れパーティーですね。ミロカロスがいるから、負けん気は出しにくい。マケンチじゃないや、威嚇のレジラロスは出しにくい。どういう選出しようかなって考えて、アメ選出だと、ニャルトマがこだわりスカーフのアマバイみたいな、よくある切り返しに使える構成じゃないから、アメ展開をいきなり狙うのは難しいので、ニャロルンパも選出はしません。で、威嚇入れたいかっていうと、相手物理パターンはレジラロス、キノガサの2体だけ。ってことで、どうしようかな。これでいきます。いつも威嚇出し失敗することが多いから、レジランドを通しては出しませんし、まあそもそも今回は選出しませんでした。相手はライチュウとリザードの選出。風船で浮いている。どうしようかな。相手からするとね、オーバーヒートか熱風。なら。予想外。ライチュウ、猫だましをボルトラスに。
ボルトラスは、リザードンの打点として確保したいと考えたので、ガルドを繰り出します。あと、シャドーボールだったら、まあ、生き残るじゃねえや。無効になるから、そんでいいやって考えで。やけどしない。で、相手がギルガルドでシャドーボールをガルド方向に。まあ、ラッキーですね。まあ、ここは素直に第一方向に恩返し。第一は何だろう、ホッペスリスリスリあるか、あとボルチャンとか待ったら使ってくるか。まあ、ここラスカ食らっても死ぬことはないから、まあいいやって感じで。ギレガラが命の玉とかなんかな、強引に動いてくるってことは。で、ライチューを倒しました。ギレガラと波状態じゃないとこれネットを倒せない可能性もあるけど、野村入るんだろ。ブレードフォルムで防御種族長50、やけど引いた。ラスターカノン結構ダメージ入るな。まあもはや特防下がってもいいので、ガルダの役割はライチを落とすことで十分果たしてるから、あとはリザードンともう一匹何かを処理すればいい。残り相手ポケモンがリザードン以外だとキノバッサ、レジュランドロス、ミロカラスのどれか。キノバッサでした。これでリザードン、あれ晴れにしないんだ。火炎放射をガルルに、今ニャラトマキにして多分晴れ状態してないんだけど、どうなんだろう。このブリング好きですよね。ボルトラスが、ルンパッパとキノガサ両方縛ってる状態なんだけど、こういう行動は、キノガスが守るしたとしたら次のターンは、ボルトロスが多分倒されるとして、ルンパッパの猫魂でキノガス倒せて、で、なんだろう。まあ、リザードンは、その後どうでも、晴れ状態としてもヨルトノがいれば処理できるかなと考えたので、キノガス倒すことを優先しました。まあ、あとは素早さを上に取ってるから10万バルトで終わりです。大変ありがとうございました。